はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画なんですが、サムネタイトル見てもらったらわかるように、本日プロ野球スピリッツ2024-2025の予約受付が開始されて、発売日9月19日と発表がありました。本日の動画はこのプロ野球スピリッツ2024-2025について、公式サイトの方を見ていきながらちょっとお話ししていこうかなと思っております。まずプロスピ2024-2025は、以前にも発売の発表があり、少し動画であったりとか球場の、かなり細かい作り込まれた映像などが発表されました。で、今回はそれに伴って、さらに追加の情報が、更新されたような形となっております。で、発売は2024年の9月19日というようなことで、今日この発表を見て、有給入れました。9月19日私有給です。ですので、もう初日に遊べるように有給は入れた形ですね。で、今回新たに追加のディテール、アクション、スタジアム、サウンド、ゲームモード、プロダクツみたいなようなことが、更新されました。で、ちょっとずつ見ていこうかなと思うんですが、まずこの写真というのが選手の、クオリティ、画質めちゃくちゃ最高ですね。本当にその選手を見ているかのような感覚となっております。前回ですとこの背景に使われているサトデルが上がってたんですが、今回打席に入る時のサトデルであったりとか、則本選手で、これを見ていただければ分かるように、もうおかわりくんで、これは東選手かなっていうような形で、ユニフォームの質感から選手の表情、そこまでもかなり作り込まれた質の高いゲームが、もうゲームと言っていいのか分かんないんですが、これが発表されましたね。マジでやりたい。アクションについてもプレイ画面っていうのは今回新たに、紹介されているような形ですね。スタジアムについて、エスコンについては、以前の発表でもあった画像となっておりますが、今回この甲子園と、神宮かな、神宮も新たに発表されたような形ですね。もう本当にそのまんま、ここ甲子園のここに立ったことはないんですが、ほぼそのまんまかなと、テレビで中継される映像のまんまっていうような印象ですね。で、サウンド、こちらは前回もあったのかな、ちょっと覚えてない、多分あったと思うんですよね。サウンドは前回あったのかなっていうような形ですね。ただ今回これ来ましたね。実況、解説について、発表されました。プロスピエスでもおなじみの三橋さんと、解説は、工藤さん、川上さん、赤星さん、里崎さんと、この4人っていうような形ですね。でもうこれ工藤さんとか写真上がってるんですけど、もうまんま 3D スキャンやってるような、映像っていうのは過去の動画で公開されてはいたんですが、それがゲームとして起こされた場合にこうなってしまうと、まんま工藤さんですねというような形です。で、今回この音声合成 AI っていうのが組み込まれておりますので、自分で、選手を作った場合、その選手の名前を、AI が、作ってくれるっていうような形ですので、今これを見る限り碇守っていうような選手の名前があった時に、このどこでアクセントを強めるのかみたいなところを設定できると。普通の今までの AI だったら怒り守るみたいな形だったと思うんですが、怒り守るみたいな形で声の強弱であったりとか、アクセントどこにつけるのかっていうような設定までできるような、かなり人間が、実況の方が、解説の方が喋ってるように近づけられるようにしてもらってるっていうような形ですね。これはね、やってる感覚としては、ゲームを楽しんでる感覚としてはかなり嬉しいところかなと思われます。で、今回、多彩なゲームモードが搭載されているというようなことで、発表があったプロ野球チームの GM 兼社長になる、マイボールパークモード、高校野球の監督として甲子園優勝を目指す8球の奇跡モードを加え、ゲームモードはシリーズ最大級のボリュームになっているというような形で、搭載されているものは、対戦、プロ野球速報プレイ、ペナントレース、グランプリ、スタープレイヤー、ホームラン競争、8球の奇跡、チームエディット、マイボールパーク、スピリッツチャンピオンシップ、その他っていうような形となっております。こんだけ遊べればもうね、ずっと遊んでられると思いますね。で、今この画像が新しく上がってる画像自体がマイボールパークというようなことで、自分が GM 兼社長になってシーズンを戦っていくっていうような形です。これは、ざっと見た感じ、プロスピ2024-2025で、クオリティの高いプロスピエースをやっていくっていうような感覚かなと思われます。
自分の球場であったりとかどんな選手を入れていくのかで、今回これで見てもらったら分かるように球場のレベルを上げていくっていうようなシステムもある形ですね。これはちょっと楽しみかなと思ってます。で、安定の秘書がつくというようなことで、ここね、ちょっと前まで来てた秘書イベントの3人プラス、過去出てた秘書とか新しい秘書があって、出てくれればかなり激アツだったかなと思うんですが、多分これを見る限り現状この3人なのかなと思われます。今後の DLC であったりとか更新があれば、ここが変わってきてくれるのかなとも思うんですが、まあ、現状発表されてるのだと3人、過去来てた秘書の3人という形ですかね。で、この東選手、まあ、2024シリーズ1シーズン1かシーズン1って書いてあるんですが、まあ、プロスピエスと同じような画像は使われていくのかな、背景のエフェクトがちょっと変わっていくのかなと思われます。で、このマイボールパークなんですが、今後基本プレイ無料のアプリと言っていいのか、そういったような形で、まあ、今後、PS5 であったり Steam でも、配信があるというような形ですので、このマイボールパークだけをやりたいっていう人はプロスピ2024-2025を買う必要はないのかなとも思えますね。ただこれだけだとちょっともったいないと思います。で、白球の軌跡についてなんですが、まあ、これは栄冠ないんかなっていうような形ですね。あの、二等身のキャラがやるわけじゃないんですが、リアルな選手が行う栄冠ナインっていうような形ですね。もうこれ見たらまんま栄冠ナインかなとも思われます。で、マネージャーって言っていいのかな、マネージャーが現状5人設定されているんですが、これ誰全然知らん、あのアイドル、マジで本当に全然知らないんで、分かる方この5人がどんな人なのかぜひともコメントで教えてください。で、まあ、安定のペナントレース、今までのプロスピでしたら、最大30年だったのが、今回はプレイ年数は無制限になっていくというような形で、ビッグボス出てます。マジリアル、新庄さんリアルすぎる。これも楽しみなのかなと。で、1人の選手になって、スターを目指すスタープレイヤーも、継続してあるというような形です。で、こっちにも秘書がいるのかなっていうような形ですね。といったような形で、買えばかなり満足して遊べる内容となっております。で、このゲーム自体がパッケージ版の、早期購入特典としまして、大谷翔平とコラボの、パッケージスリーブがもらえるというような形となっております。ただこれは、パッケージ版を購入した場合、ダウンロード版としてはもらえないっていうような形ですね。プロダクツのところ行くんですが、今回この購入された方、海外移籍選手の大谷翔平使用権があるような形です。これがどのモードで使えるのかはちょっとまだ分かんないんですが、大谷翔平が使えますよっていう権利、プロスピ2024での、アイテム、もしくはプロスピエースの、アイテム、どちらかを選択できるような形で、プロスピ2024コースですとマイボールパーク、そっちで使える海外移籍選手1名ランダム配布が、まあ、多分契約書と言っていいのかなっていうようなものがもらえる、もしくはプロスピエース上で、S ランク契約書1枚プラス S ランク限界突破コーチ1枚がもらえるっていうような形となっております。これはね、結構激アツなのかなと思ってます。ゲームを買うだけで、まあ、プロスピであれば S ランク契約書と S の限界突破コーチがもらえるのは結構美味しいかなと思われます。で、プロスピ2024でもらえる海外移籍選手1名ランダム配布っていうのが、ゲーム内でどんだけ手に入りにくいのかによってどっちを選んだ方のがいいのかがかなり、難しいところかなと思われますね。これはちょっと、購入するタイミングでどっちにしようかをずっと悩んでおこうかなと思ってます。そしてプロスピエースでの、プロスピエースコースを選んだ場合、この S ランク契約書交換期限ですね、交換期限が、プロスピエース上での、2024シリーズ2の、完全移行後で交換できれば、かなり美味しいかなと思ってますね。まあ、そこについてはまた動画で上げていこうかなと思っております。ダウンロード版につきましては、プレオーダー特典としまして12球団監督の使用権が、追加でついてくるっていうような形です。特にそれ他は変わってないですね。で、ちょっとお高めのデジタルデラックス版、こちらなんですが4760円、だからプラスされて12球団使用権と大谷翔平使用権でアイテムの、選択権があるのと、プラスしてマイボールパークの中で使える S ランクお気に入り球団選手契約書、まあ、だから自チーム契約書っていうような形ですね、が1枚もらえるのと、ゴールド選手契約書、ゴールド契約書ね、5枚もらえる、でエナジーが250個もらえるような形となっております。これはね、多分スタートダッシュ、決めるにはかなり美味しいのかなと思うので、
このマイボールパークも結構ガチってやりたい方は、デジタルデラックス版買ってもいいのかなと思われます。ただこのデジタルデラックス版、この大谷翔平の、パッケージスリーブはもらえないので、ここは注意が必要かなと思われます。でスチーム版も同様となっております。金額も特に変更はないような形ですね。というような形でプロスピ、2024-2025 の新しく公開された、動画であったりとか、写真が公開されました。皆さんプロスピ2024-2025購入されますでしょうか。まだ私は予約はしてないんですが、どっかで予約はしてプレイして、動画として上げていこうかなと思っております。今後ねまた、別の更新動画とかが上がった際は動画として上げていこうと思っておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。皆さんパッケージ版で買うのかデジタル版で買うのか、もしくはデジタルデラックス版買うのか、ぜひともそちらもねコメントよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、更新できておりました、プロスピ2024-2025についてお話しさせていただきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。